よし、再開していくぜ。さーて、とりあえず、もうガンガン進めていきましょうか。夢のフロアから行ってみようか、一旦。はいはい、バグね。おおむね話は同じだな。はい、ということで、サクッとクリアしていくぜ。さーて、特に何もなく、ここまで、参りましたが、サクッとボス倒しますか。まあ余裕でしょ。寝るんかい。おい。まあ、とりあえず、なんとでもなるんじゃなかろうかと思っておりますが。下指導。これ、上下。曲者の上締めで何か。これでいいか。うん。一気にいけたんちゃうか？どうだ？微妙にワンパン届かない。が、もう終わりやな。もうリピートでいいです。あ、オーバーするの忘れてた。オーバーソール後出し。だが、これでおしまいでございますよ。オーケー。お疲れちゃーん。お疲れちゃーんやな、これ。うん。さて、あなたの帽子をいただきに参りました。後見人審査。寝言は寝ていえボケ。あんなクソみてえな話に乗っかってんのかてめえ。はあ。私の目的は後見人審査を妨害すること。審査は帽子を多く集めた者が有利になっていく仕組み。ですから妨害するためにはこちらも帽子を集める必要がございます。で、遺言はそれだけか？お前が帽子を持つ前から散々せやしてやったのは一体誰だと思ってんだ。メルはあれなんだな。全般的に全員の先輩って感じなのかな。前回のドーラの時もそうだったけど。夢の世界で寝てたガキはどこのドイツだ？メルにはお世話になりましたが、今回は話が別。ふむ。なるほどね。またなんかサブイベント起きてるかな。赤いオーパーツね。青いオーラが出てる。赤いオーラのやつが世界に1個しか存在しない。ふーん。クイズサルモネやね。誰もいないんだな今。ふーん。じゃあもう素直に行くか。次、眠りの塔、ブラックアウト。ということで、こちらもサクサククリアしてまいりたいと思います。このイベントか。モーノとナタリーだとどういう感じになるんかね。結局同じか。デコイと友達になるよーっていう。なるほどね。ふーむ。今回はあれをクリア。いや、どうしようかな。今回の周回もとりあえずサクッとクリアして、次回、戦闘力を極限まで上げた状態での、これいろんなサブイベントをパワーでクリアしていくというのを、やってもいいかなとは思ってるんですな、私な、今。あ、紅茶バカちょうどいたわ。お願いしまーす。回復アイテム使う必要なかったこれ。これなんかなかったかな。なんもないか。もうボスじゃろ、これ。もうボスじゃろて。サクッと、ボスまで行こうと思ったけど、戦闘挟まってしまったな、これ。よーし。このロリコンどもめ。はい、お願いしまーす。ということで、エナジーキャノン。どうしようかな、これでっか。ドルフィンブロー。どんぐらい
また2発、2ターンぐらいでこれ落とせるかな。9000、チート足りねえな、これ。ハートのエース。チート足りませんが、これでなら。これでなら落とせるじゃろう。いいね。12000。自爆。こんなことやってきたっけか。いってーけど、ギリギリ耐えた。ギリギリ耐えた。ふう。大筋のこれ話はな、やっぱりどのキャラクターでも大体同じなんだろうな。これあれかな、他の全員がこのロイコンドマネっていうのかな。このやり方が一番シンプルでしょ。お前とラビーが見つけたボロストリーもそうだった。なぜ禁術の輪を放置したんだ。あれが欠陥だったことは認めます。そうじゃねえ、欠陥を欠陥のまま放置するなんぞお前らしくねって言ってんだ。私だって失敗ぐらいある。じゃあ今回の帽子集めも失敗だな。分かった、とっと帰れ。ガサツなだけかと思ってましたけど、意外と口も達者なのですね、メル。ということで、あっという間に二つ目もクリア。この調子でサクサク行きたいところですな。さーて、なんかサブイベント起きてるかな。ブラックアウトで誘拐事件があったらしい。サルモニアやんなきゃダメかな、もしかして。なんだって、セルビアだ。今日もとってのおきの話、評判のホテルね。はーい。展開的には同じかな、これ。んじゃあ、どこだっけ。ホテルまで行きまーす。さーて、ホテルまで来たけど、同じ展開っぽいな、これ。2回泊まればいいんじゃろ。いらない。いらない。いらない。展開を分かってるから最初からいらないにしたけど、どうなる。はあ、やっぱりどちらにせよ2回泊まらなきゃいけないんだな。ということで、じゃあもう1回泊まりに行くぜ。さーて、今回も泊まりに来てあげましたが、どうかな。やっぱり原因はルームサービスですわね。何を混ぜてますの。結局これはあれか。耳栓。幻影でできた壁。もうすり抜けていったわ、それ。もうすり抜けていきましたわ。解決してきたぜ。パルファーシ。パルファーシってどんな装備だったっけか。魔法がライフ消費か。それはそれで微妙い。なんか、あれか、消耗品作ってっか。ちょっと待って、いらないの解体しようぜ。ライフカプセルシートとかいらへん。で、ライフカプセル1、2、3、あとソウルタブレットも持ってこうか。武器強化、防具強化、こんなもんかな。ということで、サクッと夢の世界もクリアしていこうか。
って、ここまで来たけど？こうの、こうの、こうの、こうかな？前回どうだったかな？覚えてないな。こんなんかな？あれ？こんなんちゃうの？こうじゃない？なるほど。オッケー。世の中には知らなくていいことがいっぱいありますね。なるほど。これでオッケー。ということで、またひたすら探索していくぜ。さて、どうしてエリスにボーストリーの情報が漏れてますの？プリムローズ、あなたまさか。一撃の笑い、私の鍵は破られてねえですよ。私のせいなんです、ラビー。私、ナタリーに内緒でボーストリーの研究を続けてて、そっから漏れ上がったんですね。あなた、なんてこと。途中で研究から降りた人間が偉そうにすんなです。ラビーを責めるのは丘と違いです。とにかくエリスをこのまま放っておくのは危険ですわ。はぁ、私たちで何とかしましょう。つうことで、セーブ？どういう戦闘だったかなぁ。ここで決着をつけましょう。止めておしまい。おしまいで済むわけねえだろ、メル様は舐めんなよ。千里眼持ってるてめえが妨害しよってんだからマジ話ってこったろ。うまい話には必ず裏があります。あの審査は止めないと危険。本当にできるかどうかメル様がここで審査してやるよ。確かなんかコンボしたらダメだった気がすんな。コンボしたらダメだった気がすんな、これ。しんがり入れてくれよかったか。とりあえず独断先行で。振り子打法を、イーグルショット。コスミックレイブ。十字砲か。いいね。いや、火力が足りねえ、全般的に。さーて、オーバーソウルだが、大丈夫じゃろ、大丈夫じゃろ、これ。押せ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 。メリッサ自動回復つけてきてねえのがちょっと気になるところではあるが、十字砲火とどっちが強い？範囲ロックコーンやるか。微妙に火力足りてねえやつ、これ。あー、やめろー、メリッサ死ぬかも。セーフ、生き残った。生き残ったが、もう残りのヒットポイントを考えたら、コンボ先制で、一発で、行っても、いいんじゃよ、という、面持ち。よし、行ったか。ふう。よーし、帽子ゲット。あなたの帽子確かにいただきました。これで次の話はどんな展開になるかいの。だいぶ減ってきたね。もうドーラしかおらんわ。ヘルとケリーは帽子を取られたので脱落でーす。これ、この争いに参加してるのは誰だい？もうこれ以上黙ってられないよ。せやな、ドーラ。審査に文句を言ってる子はもうあなた一人だけですよ。なんだって。
この場で争いになっても3対1しても笑しても大丈夫ですよね。どうかな、ナタリーにラビーにバイオレット。まさか君たちが。そうだ。僕がプリムとサラとケリー3人の帽子を奪った。へえ。バイオレット、ナタリーとラビーはおそらく2人で組んでるだろう。みんなに嫌われる貢献に僕にぴったりの役じゃないか。人の心を埋める心眼の能力で僕はみんなに嫌われてるからな。その眼帯をつけていると心眼の能力発動しないんでしょ？プリムが眼帯を作ってくれたんだ。僕が嫌われないようにだとさ。仲良かったんちゃうんか？バイオレットとプリムは。まあ常に心が覗ける人間に近寄らなんて誰も思わないでしょうしね。でも貢献人の条件がみんなに嫌われることならもうこの眼帯はいらない。これで誰も僕に隠し事はできない。あの眼帯はプリムローズがあなたのために作ったものでしょう、ね、顔色が悪いな、ドーラ。マトリョーシカの封印解けるといいな。もっと自分の欲望に正直になったらどうだ。よりによって一番ヤバい奴が審査に参加していたなんて。はーん。ドーラはドーラでやっぱりあれかな。前回のルートと同じような感じで頑張ってるんかな。でも帽子を奪おうとはしてないな、ドーラ。ナタリーも貢献を目指すのかい？ええ、そのつもりですわ。嘘は良くないな。眼帯外した僕の前で隠し事は無意味だ。この心眼はごまかせない。嘘ならあなたもついていたでしょ。帽子を奪ったのは本当に3人かしら。次のが最後の召集になりそうですね。ふむ。さて、帰ってきましたが、なんだか寂しいです。お芝居しなくても良さそうなので安心しました。ただニコニコ突っ立ってただけでしょ。ひどい。ペラペラ喋られてボロを出すよりはずっとマシですけど。バイオレットさんが眼帯外したらお芝居しても一緒でしたね。別のことを考えながらお芝居なんてできるわけないじゃないですか。あなたお芝居なんかしてましたっけ？またそんなこと言って。ナタリーだってあんまりお芝居上手じゃないじゃないですか。ですからあの場はなるべく発言しないように抑えてました。そういえばいつもおしゃべりなナタリーが借りてきた猫みたいでしたね。ペラペラ喋ってボロが出るよりマシですわ。この前の俺、勝利？ありがとう。あんた本読む、よく読むって聞いたからさ。ありがとう。ヨコちゃん使ってあげたいな。次回ぐらいヨコちゃん使うか。っていうかさ、育成しちゃうとさ、宝石箱に入れるのにポイントがめちゃくちゃ増えて、あれなんだ、入れられねえんだよな、全員な、これ。装備を外せばいいのかな。あんた法の管理人よね。自己中の管理人でもないし、傲慢の管理人でもないわよね。あんたが持つ帽子間違ってんじゃないの？こんなことやってて法の価値観が落ちないって信じられないんだけど。私が法律ですもん。誰か早く取り押さえなさいよ、こいつを。後見人審査を止めるには仕方がないでしょ。あのおっさん臭い話か。あなたの魔法は心強いですし、頼りにしてますよ。バイオレットが帽子を集めてたんだって？どうするの？戦うの？戦う前に少しでも有利にしておきたい。診断とか反則すぎない？そんな器用なことできるわけじゃないな。ていうかバイオレットって片方の目は髪で隠れてたじゃん。そっから残った目に眼帯したら何も見えなくなると思うんだけど。あなたしょうもないことばかり気がつきますのね。眼帯を作ったのはプリムですし、視界は確保できているんでしょ。とにかくバイオレットと直接戦うのはまだ先。どうやって戦った後かな。じゃああの実力派のケリーが簡単に帽子を奪われるなんて考えにくい。心眼ガード、今コメント1個飛ばしてきたな。読まれたくないことは考えなければ大丈夫。なるほどね。私は似てにこんな手紙が来た。あー、エリスか。夢の世界の 65F。 はい、連れてたろう。これでいろいろと繋がったわ。バイオレットは おそらくプリムとグル。鍵の帽子を奪う順番が不自然すぎる。バイオレットとプリムは仲がいいですね。あんたとラビも同じ理由でバレてたんじゃないかしら。心眼でラビを見られたらどうしようもありませんし。とにかくプリムは厄介ね。鍵の世界は誰も止めないし、逃げられたら手出しできないわよ。おそらくプリムはバイオレットを連れて鍵の世界は飛べないでしょう。鍵の世界の価値観は秘密を守ることですから。たとえ仲が良くても秘密は漏らせない。本当にそう言い切れるかしら。やったらやったら鍵の価値観は落ちまして、そこが突破口になるはず。なるほど。とりあえず、
なんか許可できる？工具許可できる？なんかまともなさ、まともな弓、まともな弓が欲しいんだが。弓で一番強いのどれだ？これか。蜂か。鳥猫がないな。エンゼルフェザー、鳥猫がいいな、これな。鳥猫欲しい。蜂じゃあな、でも微妙だなって感じあるな。さて、あら、魔法大会。マジックマスターリーグでどうしても勝ってほしい人がいたの。最初はルミエル・トワレで守りを固めて、それでも勝てないからサンテューリア・アミュール・ドゥラン開発していって、魔法反射やないか、それでも勝てへんかったんかい。彼女とっても不器用だったの。ルサン・ビラージュ、ルサン・ビラージュでやっと勝てたわ。もしそれで勝てへんかったら、もっと偉い香水が生まれとったんやろうか。ルサン・ビラージュで大会組織委員会から横槍が入ったの。こんな香水使われたら大会がぶち壊しだって。何がマジックマスターリーグよ、ガチガチにルール固めすぎなのよ。アミュール・ドゥランの時点で早く気づかんかいって話なんやけどな。七大属性魔法体、魔法の世界がなんだっつーの。たかが香水一個でぶち壊される大会なんだ、めじめい。なるほどね。鍛え抜かれた剣法は魔法と区別がつかないある。今回はメリッサで挑んでみるか。なるほどね。格闘アーツはジェムをつけなくても使える。今回はクリアしていきたいところではあるが、いけんのかねっていうのはちょっと気になるとこではある。んで、あともうあれか、おもちゃの世界だけか。これおもちゃの世界行く前にだよ。じゃあせっかくだから、マジックマスターリーグちょっと一発行ってみるかい。これでもいいやつが出てきたから、ここはちゃっかり倒していく。これで何個も手に入れてももはやしょうがない感あるけどね。ちゃう。そういえば武道会みたいなのもあったけど、説明を一応聞こうか。マナコストは常時 20% か。4パーツね。ルール確認。身につけられるジェムは選択した魔法ジェム一つだけ。それ以外のジェムは外されます。装備品は香水と赤い靴以外制限なしですが、オーパーツの効果は無力化される。オーバーソウルは0からスタート。参加しよう。で、あ、誰で参加するか選べないの、これ。ナタリーで参加するしかないのかい。ちょっと待って。並び替えの問題か。あ、誰が挑戦するか選べるんだね。ということで、一丁メリッサ、行ってみて。うげえ、メリッサじゃねえか、勘弁してくれよ。たっぷり可愛がってあげるわ。さーて。とりあえずコスミックレイブでどんぐらいダメージ与えられるかな。ワンパンやないかい、それ。やったぜ。さーて。ワンパンいけんのか、これ全部。コスメクレイブ。どうや。勝ったな、この戦いな。これは。勝たせてもうたわ。勝たせてもらいましたわ、これ。メリッサ強すぎるやろ、それ。さーて、分かってこい。これ反則にならないのがおかしいだろ、どう考えても反則にならないのがおかしいでしょうよ、それよ。先手を取れる限り負けはないわ。さて、意外とミミもやる。ベリー。もはやいじめ。もはやただのいじめです、これ。
with her windy。 複数の属性でこれマスターになるとなんかいいことあるんかな、わからんけど。コスミックレイズ、はい、お疲れちゃんでした。あと3試合か、全勝いけんなこの感じな。全勝いけてまうわこれ。さてジャスミン、ジャスミン闇のマスターだぜ。相手が早いだと、これはパッシブ系の効果かな。はい、関係ない、そんなの関係ない、もはや何も関係ない。あとはシキとミンミンか。ミンミンぶち壊してやる言うてる割にはやんないのな、勝率がな。さーて、時止め先生で打ってこない限りは大丈夫。オッケー、勝った。疲れちゃーん。情熱の火のマスターメリッサさんに誰も勝てへんで、これメリッサにな。ジョージなんだ、経験ついたところで感あんだよな、魔法キャラじゃないから。はい、ミンミン勝負や。はい、お疲れちゃんでした。やったぜ、全勝7勝0倍ゼロ分ゼロ分。2位はどこだ、こうしよう。ウィンディが次に強かったのか、なるほどね。やったぜ、コングラチュレーション。古代金属ボルト、お、こんなところで何してますの。ちょっと昔を思い出してただけ。あの子と違ってみんな強かったわね。あなたが香水でかざせた子って誰でしたの。帽子に食われちゃったから。ああ、そこまで親しかったってわけじゃないのよ。スポーツとかで負けてるチームを応援したくなることってあるじゃない。ジュリエットはリーグに出場しませんの。ジャスミンには勝てそうにないし、見てるだけで十分だわ。ジュリエットらしいですわね。戦いもせずに見てるだけの人間なんてわざわざ慰めなくてもいいのよ。あなたも戦ってたんでしょ、いろんな香水を作って。結局意味なかったけど、意味はありましたよ。すごい香水がいっぱい生まれましたもの。私マジックマスターリーグは別に嫌いじゃないのよ。あの子が好きだった大会だもの。ミンミンを、そうだな、ジャスミンはいいの。ジャスミンは強すぎるから。そうだね、どんな理屈ですの。さーて優勝ね、メリッサが魔法マスターになったんだ。なったけれども、なったけれどもな、装備品を戻して、んー、何装備してたっけな。サンティールか。ナイスファイトでしたね、優勝おめでとう。あとあれだな、オーパーステに入れたんだな。装備品つけるジャミングによる魔法妨害は無効か。こりゃいいもんじゃねえか、これはいいもんじゃねえかよ。もともとめちゃくちゃ欲しかったやつ、それ。とりあえず一旦戻って優勝したぞー、ナイスファイトだったな。あ、そういう話にはならないんだな。バトルトーナメント、一人でコンボができるようになるすごいオーパーツらしい。バトルマスター欲しいな、頑張ってきてね。そっちも参加しに行ってみるか。戦のどこだっつってたっけ、バトルコロシアムだよねきっとね。ここでもう一箇所戦闘できるところがあるんだっけ。前回どうだったか忘れてもうたわ。もうそれ、もはやそれ。じゃ軽くあれしますか、戦闘してきてみますか。これお、みんな揃っとんな。ポリというより皆さんいますわね。バトルトーナメントね、ワイも参加しに来たんやけど、ジャスミンから豪華商品があるって言われてきた。ある、私もジャスミンから勧められたな。でも当のジャスミンは姿が見えませんけど、あれだけ他人に勧めといて自分は出へんのかい。なんか匂いはね、事件の匂いがするわ。
高価商品がもらえれば他はどうでもいいがある。言いとくけどうちは強いで覚悟しときゃミンミン。はん。キャッケリー様だわ。自分の世界のイベントなのに姿すら見せないつもりか。帽子奪われてますけどね、もう大体ね。いや、いつも客席で見てるよ。それでも戦の管理人か。同じトップ10として情けない。ホームの管理人が出たら対等の勝負にならないだろ。イベントがぶち壊した。いつも私が優勝して終わる。こんなつまらない透明の穴にとはない。お前の出場がイベントをぶち壊すのなら私の出場もイベントをぶち壊すことにならないのか。ケリーは対等の条件だからいいんだよ。お前も出ろジャニス。客だって私とお前の決着を見たがってるぞ。他の出場者は完全に眼中にないみたいやな。ケリー様素敵。ふむ、うちらも気合い入れていくで、負けないで。メリッサに全てを任せよう。1対1だと思ってるんだけど違うのかな。説明を聞く。個人戦カジ抜きサバイバルマーチ。一度舞台に出たら装備とか変える暇ありませんから入念に準備してくださいね。あー、持ち越します。バトルマスターアーツのソルコと 20% 軽減。これはいい。ということで今回相当いい時間来てるんで一旦ここで切りましょうか。はい、また次のパートでお会いしましょう。またねー。